シャトーゲイの戦いは、米戦争中の1813年10月26日に、現在のケベック州オームズタウン近くで、カナダ軍民兵及びもホーク族インディアン選手の連合軍とアメリカ軍との間に戦われた戦闘である。カナダ侵攻を目論むアメリカ軍を、数では圧倒的に劣勢なカナダ軍が撃退した。1813年、遅く、アメリカ合衆国陸軍長官。 ジョン・アームストロングがモントリオールを占領し、ひいてはアッパーカナダ全体の確保につなげようという作戦を立てた。ニューヨーク州サケット港から発進する部隊と、シャンプレーン湖のプラッツバーグから発進する部隊が、モントリオール市の手前で合流し、攻撃をかける考えであった。シャンプレーン湖のアメリカ軍は、7月4日に着任したウェイド・ハンプトン少将が指揮を取った。 ハンプトンはこの作戦についていくつかの懸念を抱いていた。バーモント州バーリントンに基地を置くハンプトン軍は訓練が行き届いておらず部下の士官も訓練や経験が足りなかった。前進基地であるプラッツバーグはイギリス海軍が湖を支配しているために物資の補給が困難であった。最後に南部の裕福なプランテーション所有者であるハンプトンは サケット港から師団を率いて発信するジェームズ・ウィルキンソン将軍を軽蔑していた。ハンプトンは最初ウィルキンソンとの共同作戦を拒否したが、アームストロング自身が作戦指揮を取るとのことだったので、最後は連合遠征隊への参加を説得された。9月19日、ハンプトン軍は水上をバーリントンからプラッツバーグに移動し、シャンプレーン湖から北への直通路にある。 オーデルタウン方面に偵察隊を派遣した。この地域のイギリス軍はかなりの戦力があると判断したハンプトンは西のシャトーゲ川沿いにある方向ーーナーズの町に向かうことにした。ウィルキンソンの遠征隊が発進準備を終えていなかったのでハンプトンはそこに10月18日まで止まった。ハンプトンは遅れによって物資を使い果たし、 イギリス軍には十分な戦力を集める時間を与えてしまうことを心配していた。アームストロングからウィルキンソン軍がおおむね発進準備ができたと連絡が入り、ハンプトン軍はシャトーゲー側を降り始めた。ここで1400名のニューヨーク州民兵旅団が国境を越えてカナダに侵入することを拒んだので、進軍したのは正規兵2個旅団と200名の騎兵及び10門の ヤホーであった。イギリス軍は、スイス生まれのルイド・ワッテビル少々を9月17日に、モントリオール方面軍指揮官に指名したばかりであった。アメリカ軍が侵攻してくるという情報に接した、ワッテビルは数体の民兵部隊の結成を命じた。前哨基地の指揮官、チャールズ・ド・サラベリー中佐はすでに防衛部隊の組織化を始めていた。ド・サラベリーは、 地域の農民を多く情報源としており、ハンプトン軍の勢力や動きについて正確な情報を得ていたのに反し、ハンプトンは、ド・サラベリー軍についてほとんど情報を掴んでいなかった。ド・サラベリー軍は、カナダ人志願兵によって形成されていたが、さらに民兵の選抜大隊を組織した。ド・サラベリーは、部隊兵に命じて、シャトーゲイ側が大きく屈曲しているところの空き地に、 倒木を使った障害物、坂もぎを作らせた。その後ろに、カナダフェンシブルの軽装中隊、志願兵の2個中隊、ボーハーの和からの鋭民兵中隊及び20、数名の模倣区族インディアンを配置した。坂もぎの後方1マイルの浅瀬の守りには、選抜民兵の第2及び第3大隊から、軽装中隊と他の民兵中隊を配置した。それに続く、 川沿いの1.5マイルには、志願兵3個中隊、第2選抜民兵大隊及び150名のインディアンを廃止、ジョージ・マクドネル中佐が指揮を取った。ド・サラベリーは、勝利を確信していたので、上官に行動の詳細を伝えていなかった。ド・アッテビルは馬で前線に来て、戦闘は始まっていたが、ド・サラベリーの配置に、承認を与えた。ハンプトンは、 浅瀬があることを知って、ニコ旅団の中から千名をロバート・パーディ大佐につけて送り、斜塔芸側の南津々に渡って、イギリス軍の陣地を回り込み、浅瀬を確保することで側面を突こうと考えた。一方、ジョージ・ザード准将が別の旅団からの千名を指揮して敵の正面に向かった。他に千名が病気であるか、あるいは物資や大砲の護衛のために残された。 カーディ隊が配置に着いた後に、アームストロングからハンプトンに文書が届き、アームストロング自身は、アメリカ共同軍全軍の指揮は取らず、ウィルキンソンに預けたこと、及びハンプトンは、セントローレンス川沿いに1万名の冬季宿営地を作るべきことを伝えてきた。反感を抱いていたハンプトンは、この2番目の指示で、年内にモントリオールを攻撃することはないと解釈し、 作戦全体が容量を得ないと感じた。ハンプトンは即座に撤退を考えたであろうが、それではパーディ隊が孤立することを意味していた。パーディ隊は降り注ぐ雨の中を糸杉の湿地を通って惨めな夜の行軍を続けた。10月26日の朝が明けると、ドサラベリーが浅瀬の守りに配置した部隊と遭遇した。選抜民兵第3大隊の軽装中隊を指揮する。 デイリー隊員が即座にアメリカ軍に直接攻撃をかける一方で他のカナダ軍部隊は川向こうから攻撃をかけた。銃声を聞いたイザード軍は空き地に前進して布陣を敷いた。伝説によればこの時点でアメリカ軍の士官が馬で前に進み出てカナダ軍の降伏を要求した。この士官は急戦の旗を持つことを省略していたのでとサラベリー自身が打ち倒した。 イザードの部隊は着実に酒もぎや樹木に向かって周期的な射撃を始めた。このパレードで使うような戦術はほとんど効果がなかった。守備兵は個別の正確な射撃で反撃したが、アメリカ軍の被害もあまりなかった。カナダ軍の右翼では、フェンシブルの軽装中隊が側面を突かれて後退したが、とサラベリーの命令によるものか民兵の意思によるかは、わからないが、 予備隊の数個中隊が、すでに前進を開始していた。これらの部隊は、軍隊ラッパを鳴らし歓声を上げ、インディアンのお竹びを上げた。アメリカ兵は老狽して、数的に劣っているように錯覚し交代した。ハンプトンは大砲を持ち出して、酒もぎを破壊するような命令も下さなかった。パーディ隊が、湿地の中での陰気な夜から解放された時、アメリカ軍は秩序正しく撤退した。 と、サラベリーは追わせなかった。と、サラベリーの最初の損失報告書では、カナダ兵5名の戦死となっていた。その後、この5名のうち3名は、アメリカ軍の捕虜になっていたことが判明した。アメリカ軍の損失は、事務担当副官の公式報告書で、23名が、戦死、33名が、負傷、29名が不明であった。とサラベリーの報告書では、 アメリカ軍捕虜を16名取ったことになっていた。このうち6名は重症であり、病院に収容された。他の10名は、ケベックの捕虜収容所に送られた。米英戦争の間の戦闘で、アメリカ軍の損失における死者の勝者に対する比率は、1対3.5であった。公式報告で約40名の負傷者とされているので、23名と、記録された戦死者のうち、12名以上は、 実際に死んだとは思いにくい。残りは事務担当副官の公式報告書が作られた時点で脱走者か軍隊にまだ戻って来られなかったものと思われる。しかし、カナダ兵の戦士2名に対して12名という数字は多い数である。ハンプトンは方向ナーズまで撤退して作戦会議を開いた。全会一致で決まったことは新たに前進しても成功の機会はないということだった。 さらに、秋の雨で道路が通行不可能になりつつあり、ハンプトン軍の物資がすぐにも急防しそうであった。ハンプトンは、プラッツバーグまでの撤退を命じ、参謀士官をウィルキンソンのところに送って、事情を報告させた。ウィルキンソン軍は、オグデンスバーグのすぐ上流、ホーグスという名の開拓地まで来ており、ここでその知らせを聞いた。ウィルキンソンは、ハンプトンに次軍とウィルキンソン軍に、 十分な物資を持ってセントローレンス側のコーンウォールまで進軍してくるよう命令を返した。ハンプトンはこの命令が無益であり、完遂できないと確信して従わないことにした。ハンプトンの返信がウィルキンソンに届く前に、ウィルキンソン軍は11月11日のクライスラー農園の戦いで敗北を喫失した。ウィルキンソンはハンプトンがコーンウォールまで来るのを拒んだことを口実にして、 自軍の進軍を止め、モントリオール攻撃の計画は、不名誉な終末となった。ハンプトンはすでに辞職願いを提出していた。その後戦場に立つことはなかった。イギリス軍の方は、シャトーゲイの勝利軍がそのまま陣地を維持し続け、数日間不快な天候にも耐えていた。インディアンが、アメリカ軍は撤退しているという知らせをもたらしたので、居心地の良い兵士養殖者に戻ることができた。 短期などサラベリーは、ドアッテビル将軍とジョージ・プレボスト総督の二人が、やっと戦場に間に合っただけで、戦闘の勝利を二人の手柄にする報告を発した、ことを知って憤慨した。ド、サラベリーは辞職も考えたが、ケベック議会から公式に感謝状を送られた。ありがとうございます。